こんにちは。はい、このコーナーはですね、上尾亮と七藤さんの顧問税理士である堀先生に、株、FX、仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーでございます。はい、堀さん、今日もよろしくお願いします。今回はあの前回まとめのりさんで2回目ですね。実際的な撮影ビデオ2回目、ね、もうだいぶ慣れはりました、うん、いやいや緊張してます緊張してるって言ってめっちゃ喋っていただいて、ね、前回もだいぶ喋ってた今回もすごいと思いますけど、うん、はい、で今回はですね、仮想通貨の税金、おどんな時に課税されるのかっていうお話がちょっと聞きたいなと思っております。やっと来ましたねこれがね、うん、なんか仮想通貨の課税、まあいろいろあるんですけど、なんか10パターンぐらいあると。10パターン仮想通貨の課税にそんなにパターンが、うん、まあさらっとだけ言いますと、その売買した時とか、うんうん、仮想通貨何か買った時どうなんのとか、うんうんうん、仮想通貨同士の売買ではどうなんのとか、外貨ね、つまり、まあ、ドルとかで仮想通貨買った時はどうなんのかとか、うんうんうん、仮想通貨の FX もあるじゃないですか、うんうん、あの場合は税金どうなんのかとか、うん、あとハードフォークした場合どうするのとか、あ、ほんまやほんまや、 ICO の場合はどうなんの、どうなんの、マイニングですね、うん、この場合は税金どうなんのと、はいはい、あと誤送金とか詐欺にあった時は税金どうなんの、仮想通貨の場合、はあはあはあ、とかレンディングですね、貸し付け、うんうん、あれはどう扱うのって、はい、これで10項なんですよ。うーん、ほんまやね、なんか大変ですね、うん、でそれぞれまあいろいろ税金のあれが話があるんで、今日はそこにちょっと詳しく聞いていきたいなと思います。お願いします。全部その種類が違うわけですか？そうですね、でもその考え方しといてもらわないと、うん、なんか書かれへんと思ってたら実はかかったとかやったら大変じゃないですか。あ、そうですね、うん、だからそれは、うん、とちょっとね、なんか一般の感覚とちょっと違うところがあるんで、そこも含めて今日ちょっとご説明できたらなと思います。お願いします。はい、じゃあ最初にちょっとだけいいですか？はい、あの税務通信っていう、うん、税理士の奥が取ってる業界誌があるんですよ、うん、でそこの記事で書いてあったんですけどね、はい、個人の所得漏れとかを把握するために、うん、はい、国税当局から仮想通貨交換業者とか、うん、でまあ、これ仮想通貨ちゃいますけど、ネットオークションサイトの運営業者に、はい、あの利用者のとか顧客の情報提供が今までは依頼やったんですよ、うん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 、お願いします、あの七藤さんのデータくださいって税務署が言いに行って、うんうん、あ、はい、だからまあまあ拒否することもできたんですね、業者としたら、うんうんうん、でもそれを法的根拠を持たせた要請とするっていう検討が今されてて、ほうほう、でそれが決まったら多分ですけど罰則規定もできる。おうおう、だから業者に七藤さんの情報くださいって言いに行って、うん、出せへんって言ったらじゃあお前罰則やってなるから、うんうん、基本的には全部出しますよね。そうですね、だから多分今後仮想通貨とかネットオークションとかの税務調査が厳しくなるだろうなっていうことが予想されます。はは、はい、ネットオークションもだ。そうです、そうです、そうなんですね、今までなかったんですね。まあ、でも大体税務署の人が出してくれって大体出してましたけどね、うんうん、でも中には拒否するとこもあったので、もう拒否できない状態に、あ、今まではまあ協力してください、停止してじゃないですけど、あれやったら、そうです、もう法的根拠も出せないで停止しなさいみたいな、そうそうそう、しなさいになっちゃったんですよ、でもその業者も出さなあかんから、うん、もうごまかしていた人はちょっとちゃんとしなさい、危ないですね、危ないところですね、うんうんうん、まあ、それぐらい逆に言うと払ってない人が多いってことでもあるでしょうか、ね、そうです、そうです、だけでこのコーナー見ておかないと大変なことになります、うん、もうそういう風に税務署がやってくるってことですかね。そうですね、はい、うん、ピンポーンってくるんですか、ね、来ますよ、ある日突然。あ、そうなの、家の前にびっくりしますよね、マジで、うん、国税とかだそうですよね。そうです、そうです、ピンポーンっていきなり来るんや。基本的に税理士がついてると税理士に連絡があるんですよ。あ、で例えば僕から神尾さんとか七藤さんに税務署を調査したいって言ってるけどどうしますって電話するんやけど、うん、税理士ついてないといきなり拒否し、七藤さんの家の前でピンポーンって誰ってなったら税務署ですってなります。マジで怖い、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 怖い。よかったです、なんかちょっとホッとしましたね。なんか堀さんから電話が怖くなる、ね、あ、お前電話かかってる。あ、でもね、うん、そういう意味ではね、まあ、調査依頼あるじゃないですか、はいはいはい、お客さん電話するでしょ、うん、で僕こんな感じやから、うん、あ、電話するとき大体軽いタッチなんですよ、でもなんか重いタッチで電話してるから身構えあります。え、何やったんみたいな、いや実は税務署がみたいな電話になりますね。あ、それはでも
堀さんを返してるだけで来ることは来るんですか。来ることは来ますね。あ、そうですか。基本的に拒否はできないので、うん、なるほどなるほど、そんな感じですね。拒否したいです拒否したら今度はあれですよ、令状持ってきますよ。マジっすかすみません、なんか余計な話しちゃって。そんなしたらこっぴどくやられるわけですね。やられますね。わかりました。じゃあその10校いきますね。はい、お願いします。あの、基本的に今からお話しするのは、うん、平成31年1月1日現在の状況なんですね。うんうん、で、あの FX とかもそうですけど、これ年度ごとに変わっていく可能性があるので、だからその時はその時で最新の情報を皆さん、はい、得てくださいね。はい、でまず1個目なんですけど、うん、まあ、これがもうもう原則ですよね、はい、仮想通貨の売買ですよね、うん、で例えば、ある時に2万円で1ビットコイン買いました、うん、でまたそこからだいぶ経ってから60万円で1ビットコイン売りました、うんうん、だいぶ上がりました。だいぶ上がりましたね、まあ、だいぶ昔の話だいぶ昔の話ですね、はい、うん、だから60万円マイナス2万円で58万円の利益が確定します、うん、だこれを申告するっていうことですよね、うんうん、あ、まあ、この辺はもう全然大丈夫やと思うんですよ、はいはいはい、そうですね、じゃあ2個目いきますね、うん、2個目ね、はい、2個目、仮想通貨でなんか品物を買いました。はあ、はいはいはい。でまあ同じように、2万円で1ビットコイン買いました、うん、まあこれはもうさっきと一緒ですよね、うん、はい、で例えば電気屋さん行って、うん、60万円のテレビを1ビットコインで買いました、うん、あ、なるほど。あ、もうその時今回は、今回の前提は1ビットコイン2万円で買って、今は売るときは60万円になっているって前提で、そうです、そうです、ね、うん、はいはい、でここで気をつけていただきたいのはね、一般的になんか物を売ってお金入ってくる、だから1個目の話やと、うん、なんかお金58万増えてるじゃないですか、うんうんうん、これ申告せなあかんよねって気にはみんななると思うんですよ、 なりますよね、はいはいはい、ただ2番目ってテレビ買っただけなんですよ、うんうん、お金増えてないじゃないですか、うん、そうですね、だから申告しんでいいかなって思う人、うん、あるいはもう希望的観測で宣伝ちゃうかって思う人もあると思うんですけど、はいはいはい、でもこれは実はしないといけないので、だからイメージとしたらその60万円のテレビ買う前に1ビットコインを60万円のお金に換金したと、うん、でその後その換金した60万円でテレビ買うたっていうイメージを持ってもらうと分かりやすいかなって思うんですけど、うん、なるほど、まあ、その日本の税務としてはそのビットコインイコールお金で通貨ではないということなんですね、まだ。そうです、そうです、もうそれは、うん、はい、一回円をかまして考える必要があるってことですね。あります、あります、あります。で、うん、もう一個注意してほしいのは、うん、これ取引所から履歴データ送ってくるじゃないですか、うん、はい、その時にそのデータに何て書いてあるかっていうと、うん、1ビットコインを送金したっていうデータしかないんですよ、はいはい、だから60万円でテレビ買うたなんてどこにも書いてないので、うん、はいはい、そのテレビ買うた時の領収書を持っといてもらわないと、うんうん、多分七口さんが僕にデータ送ってくれはってこれで申告しといてって言われても、その60万円の領収書なかったら、うん、何もの物起こったかわからないんで、何を買ったかもわからへん、そう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 、うん、そこはご注意くださいね、うん、領収書捨てちゃダメですよ、うん、ビットコインで払った時の領収書ってどうなんやろね1BTC とか書いてくれるのかその物の値段を円で換算して書くんかな、まあ、ただでもその高端は60万円で売ってるテレビやから、うんうんうん、それのあれを見せてくれはったら、ああなるほどなるほど、はいはいはい、うん、でその一つ目二つ目はもう国税庁でもう発表されてるなんでもう確定事項です、うんうん、で最後の方にあの僕はこう思うみたいなのも出てくるんで、その辺まだその時に言いますね、うん、はい、で今の例で言うと、すみません、はい、テレビの例で言うと、うん、その58万円部分に税金がかかってくるということですね。そうです、そうです、分かりました、はい、じゃあ3つ目、はい、仮想通貨同士の交換だ、これも、最初、2万円で1ビットコイン買いました、はい、である時期に1ビットコインで12イーサリアムと交換しました、うんうん、だこの時の1イーサは5万円でした、うんうん、だから 5×12 でこれ すいません、数字全部合わせてるんですよ、あの、分かりやすい、分かりやすいようにね、はい、うんうん、交換した時のイーサの価値は60万円ですよね、はい、で元々買ったのが2万円やから、うん、結局この時も58万円の利益が確定しているということになります。だから、あ、そうだわ、そうだわ、交換しただけで利益出てるので、うんうん、っていうことです。そこに税金かかってくる、かかります。で、あの前の回でもお話しましたけど、うん、計算大変なんですよ、うんうんうん、で七口さんの計算めっちゃ大変だったんですよっていうのはまさにここなんですよ。もう利益が確定 していってるというイメージなんですね。でしかもね、この時に何をしてなあかんかというと、まずね、うん、買えた時の
イーサの値段をまず調べないとダメです、うんはい、でなおかつ1ビットコイン今2万円で買いましたってその1個買うただけやからええけど、うん、普通何回も買うたり売ったりしてるから、はいはい、その今度売った方の原価も調べなあかんですよ、うん、でそれをね年間10取引ぐらいやったら、うん、あの根性で計算できますけど、うん、うちのお客さんどういう人があったら1000取引とかあるんで、うん、これも人間技では無理なんで大変ですね。だけはもうシステムで計算してますけど、うんうんうん、某誰かの昔ね逃げ技でやったんで、あれは大変やったっていうことです。よかったね、堀さんに任せて。全部自分やったな。そうそうそう、俺も途方に暮れてた。無理やもん、ね、どうしたらいいのって言って。ちなみにね、原価出すのが大変なんを、うん、ちょっとなかなかイメージわかんないと思うんで、うんはい、あのね、よくガソリンの燃費計算とかするじゃないですか、はいはい、あれちょっとイメージしてほしいんですよ、はい、あのね、例えば100円で何キロ走んねんって計算するときに、うんうん、今ガソリンスタンド行って120円で20リッター入れました、うん、車に、うんうんうん、それはいいんやけど、うん、ガソリンスタンド行くまでにガソリンないと動かないから、あ、そうですね、前のガソリン残ってますよ、はいはいはい、で前のガソリンが今あの10リッター残ってるんですけど、うんうん、それ130円で入れたんですよ、うんうん、値段でこうコロコロ変わるじゃないですか、うんうん、ほんだら今車の中に30リッター入ってるけど、うん、1リッターなんぼやねんっていう計算をせなあかんということなんですよ、うん、あ、なるほどね、それを、うん、こう買ったり売ったりしてるときに、うん、毎回せなあかんのですよ。あ、ね、大変でしょ、大変でしょ。嬉しくなってきた。平均値が出た。もう考えるのもいい。ゆいちゃんも仮想通貨重かった方じゃん。頼みます。これは無理だね。まあ、今はでもあのボタン一つで出てくるんで、もう楽です、ほんまに。よかったです、ね、よかったです。次行ってみますか、はい、今度外貨で仮想通貨を売買した場合ですね、うんうん、まあ、あの似たような話なんですけど、うん、まず米ドル200ドルで1ビットコイン買いました、うんはい、この時あの1ドル100円でした、うんはい、で今度売る時は500ドルで1ビットコイン売りました、うんうんはい、この時レート120円でした、うん、ほうで計算するのは500ドル ×120円、はい、マイナス200ドル ×100円、うんうんうん、まあ、結果58円利益になるんですけど、うんうん、っていう計算をするんですけど、うん、この時のアメリカのドルは TTM でしてます？わかんないです。あのレートって TTS と TTB と間に TTM ってあるんですけど、うん、その中値である TTM で計算せないとダメです。あ、これで決まってるんですか？決まってます、決まってます。TTM、ビットとアスクの間ってことですか？違う違う、まあ、まあ、それ基準のやつかもしれない。ああの TTM っての TTS って要はあの売り買いの売る方の値段なんで、うんうん、あの安いんですよ、うん、で TTB って買う方の値段だって高いんですよ。あ、そうですね、で間が TTM なんで、うんうんうん、まあ、多分旅行行くときもそうですよね。あの例えばアメリカ行くのにドルに交換するときは1ドル100円で交換してくれるけど、うん、今度帰ってきて円に交換するときは98円で交換されてしまうみたいな、うんうんうん、あんな感じですね。なるほどなるほど。で今の話やと TTM は99円になるってことですね、うん、間やから。うーん、それもいちいち弾き出さなあかん、ね、そうです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 。そうなんです。それをさらにそのビットコインイーサーに変えたらまたこっちでもいいから。そうそうそう、 TTM も計算しなあかんし。しかも USD じゃなくて USDT とかで取引してたらな、それも計算しなあかん、うん、USDT 時代の価値が変わってるもんね、うん、もう途方に暮れるし。みんなどうしてんの？ほんまやね、みんな大丈夫ですか？この仮想通貨 FX ですね。あ、はいはいはい、これはまあ購入の時に、うん、あの2万円で1ビットコインをロングした、はい、で今度60万円で1ビットコインをショートした、はい、で仮想通貨って為替の時も一緒ですけどポジション持つだけなんで、うん、決済時にこの差額58万円が利益になると、うん、はい、いうことになります。はい、うん、あと注意点としたら現物取引と仮想あの FX 取引は必ず別で計算しないといけない、うん、っていうことになります。はい、うん、所得としては個人やったら雑所得、うん、総合課税の所得、まあ、これは一緒ですよね。はい、はい、一緒なんで別々に計算になるの？そうですね、別々に計算して、まあ、最後合算するんですけどね。うーん、はい、うーん、まあ、でもそもそも別々に計算せなせやなくてもややこしいのにとんでもないことになりますよ。そうですね、レートが違いますもんね。そうですね、現物と FX で
ビットコインしてドルに変えてまたイーサ買ってこっちもやってもういやだよ、もういい考えるのももう今全部やっていこうかな思ってどんだけやったら堀さんのシステムパンクするか検証してみたってところ脆弱性を見せる、じゃあ次行っていいですか、はい、うん、ハードフォークですね。ハードフォーク、おー、ハードフォークね、うん、まあ、ハードフォークの説明とかは別に大丈夫です、大丈夫ですよね、うん、ハードフォークはもう国税庁からこれも FAQ 出てるんで、うん、基本的には取得価格ゼロが現実的だろうということが出ているので、ハードフォークが行われた時点では別に何もしないでいいです。それをつまり決済した時っていうことですか。そうです、それをまあ、さっきみたいに円に変えたりとか他のコインに変えたりとかした時には利益が確定するので、うん、まあ、その時に原価がもともとないから儲けたやつ、儲けたやつが丸々儲けになっちゃいますけどね。まあ、例えばハードフォークされたコインを100万円で売ったら100万円丸々利益ってことですね。そうです、そうです、そうです。ただ現時点ではそのハードフォークされた時に利益確定せへんので税金、まあ、そのまま動かせへんかったらかからへんのですけど、これはちょっとまあ想像ですけど将来的には変わる可能性が僕はあるんちゃうかなと思ってます。そうですね、だってハードフォーク分でビットコインキャッシュめっちゃいっぱい持ってる人にかからんっていうのはおかしいですもんね。おかしいですよね。ただそのハードフォークされてもほんまにそれが使えるコインでないこともあるじゃないですか。だからその人に使えへんのに税金払わすのもどうかなっていうのがあると思うんですね。ああ、なるほどなるほど、うん、で特にそのこうもう一個お話すると、そこまでハードフォークまではもう国税庁で決めてるんですけど、エアドロップってあるじゃないですか、うんうん、であれは僕からしたらハードフォークと一緒やなと思ってて、うん、でもエアドロップなんてまさに使えるかどうか分からへんじゃないですか。 そこに税金払えって言われるのも酷じゃないですか、うん、だからこれは国税庁発表してないんで僕の想像ですけど、エアドロップもその段階では利益は確定しない、税金は払わんでいいと、うん、これは僕の考えです。はい、ハードフォークはもう決まっていると。決まってます。でエアドロップはまだちょっと、まあ、確定法的には完全には決まっているんですね。だから国税庁の方がそこまで言ってないんですね、まあ、分かってないのかなとか思うんだけどなるほど、実態つかめてないのかもしれないですね、うん、はい、どんどんいきますよ、お願いします。ICO、 ICO、 ICO、はい、これも別に国税庁発表してないんで未確定です、うん、まあ、これ僕の想像も入るんですけど、はい、基本的には ICO を投資しただけでは、うん、購入しただけなんで、うん、利益確定しないの処理でいいと僕は思っていますけど、確定じゃないですけどね、うんうんうん、ただ注意していただきたいのは ICO で投資するときにイーサリアムで投資したりすることあるじゃないですか、そうですね、っていうか、ほぼほぼそうじゃないですか、うん、でその時に1ビットコインをイーサリアムに変えた、うん、ってなったら当然そこでさっきの話やから利益確定するので、うん、イーサを持っててそのまま ICO やったら関係ないけど、うん、ビットコイン持っててイーサやったら当然そこで税金が発生するということなので、うんうん、そこは注意してください。ややこしいですけど、ややこしいなあと何個あるんですかあと3つ3つ、うん、これがもし学校の授業やったら今頃3人寝てるよ寝て絶対寝てますね。でもう来てないもんな出ていくか来てないこれはしんどいなあと何でしたっけ、レンディングと次マイニングですね。次マイニングだ、うん、はい、マイニングは事業収入じゃないですか。そうです ね、うん、いや事業か雑かどっちかですけどね、うんうん、はい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 、はい、これも国税庁発表してるんで一応確定なんですけど、うん、マイニングの場合は、まあ、費用計上できますよと、うんうん、で電気代、サーバー代、うんうん、パソコン代で、まあ、どっか部屋借りてやってるんやったら家賃とか地代とか、うん、で一つ買ってんやったら人件費とか、うん、っていう形になってくるんですけど、はい、ただ雑所得ってこれよう出てくる話なんですけど、うん、直接関わる費用に限るんですよね、うんうんうん、だから国税庁の FAQ でも家事分担をきっちりやりなさい、要は家事費とあれに分けなさい、要はパソコン使うにしてもたまにゲームしてるよっていうんであれば、うんうん、ゲームの分は抜いてねっていう。なるほどなるほど。あ、全使用中の 40% ゲームやったら経費は 60% しか認めない。そうですそうです、うん、10万円のパソコンでも経費は6万円だけみたいな、そういうことをちゃんとしなさいよって国税庁は言ってます、うん、なるほど、うん、どうやって計算するんですか大体ですよね、大体でいいですか、うん、
まあできたらこう調査対応としたら何か根拠を示した方がいいですよね。例えば時間的にマイニングに10時間使ってるよ、ゲームに4時間使ってるよみたいなのをなんかちょっと理論立ててやれれば、今度それがどうなんかっていう話になるんですけど、いやなんとなく 60% とかやと、まあ、ツッコミどころ満載なのでっていうことにはなりますね。なるほどね。そこまで細かいですね。細かいです。わかりました。まあまあ、マイニングの場合はね、どの段階の報酬を利益に上げるのかっていう問題も実は本当はあるんですけどもね。そうですね、1ビットコイン掘れたとしたら、その掘れた時の違うか、打った時なのか。そうなんですよ。で実際掘れた時でも実際もらえるまでにウォレットにお金が来るまでにまだ時間があったりするんですよね。掘れた時の値段なんか、ウォレットに入った時の値段なんかとか、ストック価格はですね、そうですそうです、どうなんやっていうことがあります。まあ一応国税庁は発掘時点っていうことは言ってますね。これは掘れた時点っていうことですね。そうですね。それ結構リスキーですね。なんかそうですね、だいぶ左右されちゃいますね、相場に。されちゃいますね。でも実際掘れた時点のビットコイン使えないですもんね。まだ持ってないわけやから。そうですね。どないするんや。あとね、この辺気になるんちゃうかなと思うのは誤送金とか詐欺ですね。ああ、なるほどなるほど。これは未確定です。僕の想像も入ります。あ、そうですか。まだそこまでね、ほんまにこうできてないんですよ。いろんなことが。法律が追いついてない、ね。追いついてないですね。誤送金って結構あるんちゃいます？ありますよ。いや、僕例えばモナッピーが攻撃受けて、はい、もう引き出せないんですよ。おモナを。モナを。おそれとかどうするんやろな。とりあえず誤送金してくれていい。ちなみに送金できない。モナッピーダウンしてるから。ちなみに誤送金の場合は、銀行とかやったらその口座が誰やっていうのを突き止めたりできるから、要は間違ったことを立証できるですよね。でも結局アドレスと名前が明記されてないわけじゃないですか。そうですね。っていうことは間違ったかどうかが立証できないんですよね。あ、だから一番最初のこっちの問題として、例えて言うと、領収書持ってきてないやんっていう状態なんですよ。はいはいはい。で領収書持ってきて、この領収書が経費かどうかの議論はその次に始まるんやけど、そもそも領収書もないのに本当なんで使ったんっていう感じの状態になってるわけですよね。なるほどな。だからキャッシュみたいなもんなんだ。キャッシュもしかしてもうパッとばらまいてるか誰かにあげてるかもしれんのにっていうことなんですね。そう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 。だからちょっと立証は難しいのかなと。マジで。ってことは損失計上できないってことですか。ハッキングも。誤送金の場合はまず立証できへんということは僕は難しいと思いますね。まず第一義的な立証はこっちに責任があるの でそれに対するそれはダメだよっていう立証は税務署側にあるんですけど、その一発目ができてないので、あ、そっか、っていうことですね。じゃあどうしたらいいの。なんもな、まあ、ごめんなさい、これは僕のあれなんでね、国税庁が発表してるわけじゃないので。そうだな。でも そうですよね、よう考えたらそうですよね。僕がそこにモナを持ってたっていうことなんか誰も立証できない。いや、その誤送金とはまたちょっと話変わってくるんですか。あ、そうやな。誤送金とは違うけど。だから話ややこしくなる。俺の話を聞いて。あとじゃあそれに近い詐欺の話いきましょうか。詐欺の話に関しては、結局、ICO とかでいっぱいそんなことが起こってると思うんですけど、もともとね、所得税法72条に雑損控除の規定があるんですけど、その中にもともとね、盗難とか横領、これは雑損控除の対象なんですけど、税金売上から引けるってことですね。そうですそうですそうです。そうですそうです。だから税金その分にかからないってことですね。そうですね。はい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 。ただ詐欺とか恐喝は含めないよって書いてあるんですよ。そうなんですか。厳しいな法律。なんでやろ。まあ所得税ってね、結構ガチガチなんですよ、よう言いますけどね。だから詐欺とかもまあまあどうなんでしょうね、立証するのが難しいからか、まあまあでももうそうやって条文にボンって詐欺って言葉が出てるんで、ダメなんだね。じゃあお金なくなったけど税金払わなあかんってことですよね。まあそういうことになりますね。どうしよう。じゃあ結局ハッキングもダメっていうことですよね。盗難、個人の所得税では少なくともそうなる可能性が高い。あ、そうっすか。
もうしょうがないね。神尾 TV の税金コーナーも暗くなってきた。ついに。もう暗いこと多いね。これちなみに法人やったらどうなんですか。同じですか。法人、まあまあでもあの立証の問題はありますけど、この所得税のその雑損控除みたいに詐欺はダメとは書いてないので、うんうん、あとはいかにそのあれを立証できていくかっていうことにはなると思いますけどね。はいはいはい、所得税法は個人の、税金に関する法律ですね。そうですね。だ法人やめたら法人の別の法律があるので、そっちには明確には書いてないってこと、ね。うん、ただあの法人税って基本的に決算書をもとにやっていくので、うん、決算処理するときにどうしてもこう仕分け処理していくと、うん、例えば100万円あったお金がなくなるわけじゃないですか、目の前から、うん、はい、仕分け聞くときにこっちがあって費用科目しかどう考えても立たないので、うんうん、貸借対照表ですね。貸借対照表でね、はい、で その過程でいくと当然それは経費状態で申告することになると思うんです、うんうん、だからそもそもその後調査になってどうなるかは今後どうなっていくかという問題はありますけど、はいはい、所得税の場合はもうそもそもダメっていう感じになってやってるので、うん、ちょっと厳しいかなっていう感じですね。そうですね。詐欺やとかなんて、まあ、それものは言いようですもんね。なくなってるからとか。あ、実はそうなんですよ。分かんないですもんね。その申告してる側が自由にできちゃう、うん、っていうのはありますよね。確かに、まあ、そういう意味ではそうですね。盗難とか横領とかってなんか証拠が残ってるとか、うん、でまあ警察が入ってきてこんなんなってるとかいうのはあるような気はしますよね、イメージとしたら。いよいよ最後です、はい、ご苦労様でした。まあレンディングですね。あ、レンディング、はい、まあ、これはまあ大したことないんですけど、要はあの所得税でいうとこの利子所得っていうのは限定列挙で、こんなんとこんなんとこんなんとこんなんって書いてあるんですけど、うんうん、そもそもレンディングなんか絶対書いてるわけがないので、はい、だから雑所得って、まあそれだけです。なるほど、なるほど。あ、でもこれもごめんなさい、国税庁が言ってるわけじゃないんで、僕がそう言ってるだけですけど、はい、なるほどね。っていうのは仮想通貨に関する10個のパターンの税金のパターンでございます。そうです、はい。レンディングって日本人は OK なんですか、しても。そもそもその銀行法とかに引っかからへんのかなって思うんですけどね。いやでも貸して利息を取るだけでしょ、うんうん、例えば僕が、うん、あの七藤さんに100万円貸しました、うんうん、で1年間で1万円利息ちょうだいねって別に普通にありやから、あ、そっかそっか、うん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 、そういうことか、うん、ババーンとやったらダメですね。不特定多数に貸し利子業をやるっていうのは、ああ、ね、そうですね。貸金業の資質なんとか法とか入ってきますけど、個人間は別にいいんですよね。あ、っていうかあれで問題になってるのは、要は利息制限法に引っかかってるんでしょ。うん、2つだからね、2つなんか数字があってありますね。グレーの方をやってたけどこっちダメになって今ちょっと下がったってやつ。だからいわゆるあの昔をテレビで出てきた闇金とかで、うんうん、なんかめっちゃ高い利息で貸してるっていうのはアウトですよね、うんうんうん、収集法違反になるので、見上げてよみたいな。そうです、そうです。それ言うていいかどうか迷ってて、それはいいでしょ別に、でええー、やでとか言うてたんですけど、銀じゃね。なるほど。というわけで仮想通貨なかなか難しいし、難しいね、めちゃくちゃ厳しいというかね、割と厳しくなってきてるっていうことだけ分かりました。うん、ビットコインかイーサーに変えて、またそれをリップに変えて悩むために税金かかってくる、計算せなあかんってことですね。短期トレーダーはもう無理やな。じゃあ仮想通貨で稼ぎ出したらもう堀さんに全部頼んだらいいってことですか。いいこと言った。稼ぎ出したらというか稼ぐ前から相談しといて、うん、っていうことやね、はい、うん、だってそうしない、まあそういうふうにやらないと、本来はだからそういうふうに自分で個人で記録つけて、うん、一個一個つけてその時の値段調べ、うん、TKM も調べ、無理無理もう絶対。でどこの取引所の値段使うのか。そうなんですよ、そこがまた問題なんですよ。取引所って違います、ね、違います、違います。自分が有利なとこばかり選んだらダメでしょ。しかもそれ一個ずつ選ぶもんすごい大変だよ。大変大変。それだけで何時間も待ってもらえちゃうし、その間でいくらでも稼げますからね。うまいね、うん、そういうことがあると思います。なるほど、プロに任せた方がいいところですね。完全に、まあ、これはちなみにこれは全然当たり前だと思うんですけど、海外の取引所を利用してても当然日本に住んでたら税金払うんですよね。もちろんです、ね、あの日本の所得税は全世界課税なので、うんうん、全世界地球上の所得は全部、まあ、なんならあの多分月で儲けた所得も申告しないと。そうなんかしょうもないこと言ってます。要は全世界課税です。日本に住んでる住所を置いてたらですよね。
置いてた、まあ、その辺もなかなか、ね、言葉としては難しいんですけどね。例えば日本国籍があっても1年以上アメリカに住んでたらまた違ってたりするんですよ。あ、そうなんだ。逆に外国籍やけど日本に1年以上住んでたらどうなんとか、またその微妙なラインはあるんですけど、まあ、基本的には日本に住んでる日本の人は世界中で儲けたやつをいったここで申告しないといけない。なるほど。まあ、その代わり例えばアメリカでこんだけ税金取られてんねんって言ったら、うん、その日本の計算でできた税金からそれ引いてもらったりできるんですけどね。それは各国ごとの条約によって違ったり。違います違います。またそこはややこしいんです。国ごとにも調べなかった。そうです。堀さんに任せたから。もうそんな人もね。それ調べたないな。僕ちょっとクロスボーダーでクロスボーダーでこっからイーサーにビットコインに変えて、そうそうそう堀さんのところに負担ばっかり変えて早く資料くださいすいませんというわけで、はい、かなりすっごいややこしい、なんか想像がややこしいですけど、うん、税理士さんとしては対応してる方結構いらっしゃるんですか？いや少ないと思いますよ。ね、だ少なくともうちも今もうシステム使ってなかったら無理なんで、うん、っていうことはシステム使ってる税理士が世の中に何ぼおるかっていうことなんですけど、うん、そのシステム会社の社長が前も言いましたけど僕の友達なんで、うん、そんなにお客さん数増えてないみたいなんで、うん、だからそんなにいてないんちゃうんかな。そんな細かい計算できる方はまだまだ全然少ない可能性が高いですね、うん、あとは根性で手計算でやってる人がおるかどうかですよね全然原価はですね、顧問料の、多分あの一人 の, あの申告させてもらうのにじゃあ200万円でみたいな話になるじゃないですかせめて合わへんと思いますよものすごい労力だそう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 はぁ、ビットコインで10万儲けたけど税理士200万取られたみたいなというわけで、ね、はい、ちょっとこの辺はもう仮想通貨で稼ぎ出したらちょっとちゃんと税理士さんに頼まないとかなり大変なことになりますし、そうですね、まあ、お近くにおられたら全然いいですけど、いなかったらぜひまたちょっと堀さんにも問い合わせいただければと思います、はい、おそらくもう日本一仮想通貨に詳しい税理士でしょうきっと。いや多分そのシステム会社の社長の次ぐらいかな、2番目ぐらい生つ生つというわけでね、はい、仮想通貨やってる方で堀さんに連絡取りたい方やウェブサイトなど、堀さんのウェブサイトなどは動画説明にありますのでぜひ一度見てみてください。あとご契約時にですね、神尾 TV を見たとお伝えしていただくと、個人の確定申告の場合は年1回の場合は 10% オフにしていただけますし、うん、年間顧問契約にされた方は初月なんと無料にしていただけるという特典を、神尾 TV のためにつけていただいております、うん、あとですね、さらに特典とし追加特典としまして、僕と奈良富士さんと堀さんに取り下ろした、特別動画を2つも、プレゼントさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ神尾 TV を見たとお伝えしていただければと思います。はい、顧問先が増えたら僕たちが徐々に行けるということで、はい、一応10件ぐらいごとに1回連れてもらおうかなぜひお願いしますというわけでね、仮想通貨、確定申告時期だと思うんですけども、困っている方おられたら、もし相談されたい方はぜひ問い合わせていただければと思います。はい、まあいいや、こっちでいい、ね、うん、問い合わせしていただけたらと思います。それでは次回もですね、また、堀さんに税金の話、次々と聞いていきたいと思いますので、次はですね、個人と法人の税金の違いとか、法人作ったら結局得なのかどうなのか、うん、メリットデメリットなども合わせて聞いていきたいと思います。ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガと LINE アットやってますね、こちらの方登録、あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。動画を見てもらった方はぜひ Twitter などでシェアもお願いします。あと動画説明欄、この動画関係ツイッター、インスタグラムのリンクも貼ってますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。